とりあえずね、月末の月曜日、月始めか。月始めのね、金曜日ということもありまして、加藤から新鮮情報出ました。まあそうですね、ポスターの量は多いけど、ちょっと正直に言います。内容量的に薄いかなという印象が強いかなと思います。そしてごめんなさい、まだマウス、新しいマウスね、買ってませんのでね。こっちには動くんですけどね、このくるくるパーがね、完全にパッパラパーなんで、こんな感じで。動かなくなっちゃいましたね。これはね、本当にまあ、一応今日、4日なので、明日ちょっとビッカメラに行って、まあ、5の日でね、aupay で買っていきたいかなと思います。だけでポスターの方行きたいと思います。今回ね、一応関連という感じで2枚出ております。そしてね、NGG 関連で2枚出ております。まあ、関係ないですけどね、一応、一応ゲージの方、まあ、どうしましょうかね。ポスターちらっと見るぐらいは見ましょうか。まあ、これなんかのイベントで、ね、告知されたやつかなと思います。で、こちらですね。HOKG のね、デコイチ、標準量産がということで、出るみたいです。詳しいなんかプロタイプとかね、業者の方では決めてないんで、まあ、その他ね、グレードアップパーツとかメイクアップパーツ、これ辺でね、もうほんと自分の好きな、デコイチ。だからまあ、HO としてはね、ちょっとお高い5万なんですけど、まあその、まあ HO の、まあでも HO からしたらね、どうなんですかね、5万って高いんですかね。まあその、作る楽しみとしても、まあできるようにっていう感じで、今回ね、やってるみたいです。なんかの話で聞きました。こちらですね。デゴイチグレードアップ発生と、ごめんなさい、ごめんなさい、まあ、そっか、デゴイチはデゴイチだもんな。デゴイチはデゴイチ。以上。って感じでございますね。デゴイチのセットの発売は、3月、そしてグレードアップ発生ともね、3月見込んでおります。その他ね、メイクアップ発生ともね、今後、随時、出るみたいです。車両製品と、同時発売として、DD ラップ、個体差の演出に、グレードアップ発生と、取り付け位置や、形状に違いを見られる基本的な装備品。回転の、なんか、なんだこれ。ヒノコ止めか。ヒノコ止めと、あと、演出扉のハンドル、標識とみたいなやつかな。で、あと、その他、スノープロとか、なんか、まあ。まあ、なんかありますよ、と。あとでね、ちょっと商品ページ、ごめんなさい、こっちに見てください。で、その他ね、メイクパーツこちらですね。所属する機関区で見られる特徴的な、装備品、6000別に4種類を、ね、想定しますよ、と。一応、周辺装置、重油タンク、スノープロナンバープレートも、ね、入ってますんで、まあ、一応ね、路線としてはこんな感じ。ハクビ線、中央本線、関西本線と、薩摩線見えるから、多分九州地区だと思われます。まあ、そんな感じで、ね、4種類の、メイクアップセットも出ますんで、ね、まあ、HO ゲージファンの方、お好みでやってみてください。そしてね、まあ、機関車が出ますんでね、貨車の方も出ますよと。まあ、これは基本的再生産かなと思います。こちらですね。蒸気機関車の世界観を楽しむアイテムも続々登場ということで、全部再生産ですかね。ごめんなさい。この辺はちょっと新品ですね。SL 人形、こちら HO サイズで出ますよと。その他ね、石炭とか、萌え柄、あとはなんか、まあ、トータン関係の、やつもなんかいろいろ出るみたいですと。で、貨車の方も出ますよと。まあ、トラ、ヨ、ヨ、タキ、ホキ、ワムワムという感じですかね。まあ、お好みで、遊んでみてくださいという感じですかね。というわけで、じゃあ N ゲージの方行きたいと思います。ずいぶん前にね、白い方の給料編成はね、出たかなと思うんですけど、今回ね、そちらの、グリーンの方のね、給料編成も出るみたいです。英国鉄道クラス803 GWR、GWR グレートウェスタンレールウェイで活躍する給料貫通性のクラス803を製品化。全室一等の中間車、インナーフレームの大車種など、5両編成と異なる、形態を再現しますよ。そしてこれですね、ユニオンパシフィック鉄道のビッグボーイ、今回また出るみたいです。シャープ4014でございます。また、あ、シャバンゴ前行為とどうなんですかね。まあ、でも、新品マークはね、ついてないんで、まあ、多分再生産かなと思われます。その他ね、ウォーテンダーとか、ウォーターテンダーか、まあ、淡水車、あとはまあ、エクスカージョントレインということで、まあ、この辺多分2両編成かなんか、出るみたいで、その他ね、なんかいろいろ出ますよと、客車の方ですかね、これは。そして、ちびろこセット、クリスマスね、セールキャッシュということで、11月、9日ね、出ております。クリスマスの今日特別な飾り付けのちびろこセットで楽しめるとね、まあ、俺らは7500円と。そしてこのポケットラインとかね、ちびろこセット、こちらが楽しめる、コントローラーが登場しますよと。電源出力は、5V 500mAh、まあ、USB の、Type-C で使えますよ。だからこういう、ちょうど Type-C の充電器あるんですけど、こういう感じですね。こういうね、まあ、Type-C の、充電器、こちらでね、使えますよと。で、コアラスモーターの搭載のポケットライン製品、一部を、紹介しますと。で、始発の USB 電源、アダプターと、まあ、お使いくださいと。お値段はね、3740円。そして、パワーパックスタンデス X ね。まあ、あれか。加藤が、先月ぐらいかな。先月か先々月ぐらいに、でっかいかついコントローラー。あれかなんかをね、スインカップしたんですけど、あ、ごめんなさい。サウンドボックスか。サウンドボックスの話でね、黒色に、仕様変更しますということで、ね。スタンダーデス X 出るみたいです。まあ、従来のね、水色っぽいやつから黒色っぽいやつ。まあ、俺は別に色は問わないかなって感じですかね。そして、こちらも基本的に、再生産が出ております。スターターセットの厚さですね。11月急遽再生産が入っております。そして、ね、こちら、新品出ておりますが、どこでもないということで、ね、まあ、車両を連結したまま復旧可能なリレーということで。面白いですね。確かに今までのリレーだってね、まあ、電車を置いたら、まあ、そのリレーラーを、ね、加工すれば、まあ、どうにかなる。まあ、俺も随分昔に加工して、リレーラーの上を、リレーラーをきれいに切りつないで、バカな私は前科はあるんですけど、
そういう感じで加工すれば乗るようになったんですけどね、今まではそのリレーラーをね、絶対どかさないと電車が取れないってなったんですけど、今回はね、その、この上をね、電車が取れる、まあ、Nゲージが取れるって感じなんで、結構これはね、ありがたいのかなって感じしますね。まあ一応、加藤はね、リレーラーレールっていうのも存在しますんでね、まあその辺はっていう感じはしますけどね。まあ、俺は別にいいかな。そして、なんか運転手や車掌、長袖、なんか出るみたいです。こんな感じで。3D プリンターにリアル2000円か。お値段は1500円。そして、新品は、こちらが最後ですね。トミックスからも出ました EF510 の301ですね。まあ、旧車時に導入された、レッドサンダーの EF510 の301号機。これ確かね、まあ、試運転中かなんかにぶっ壊れたって話があったんですけどね。今回その、まあ、トミックスも出してる301号機がね、加藤からも出るみたいです。まあ、確かに本当に今、今年のね、頭の方には文字機関区が出まして、まあ、来年3月もね、もう一回文字機関区が出ますよと。まあ、ちょっと個人的にはね、面白いかなと。あとね、ちょっとトミックスの方と値段見比べたいかなと思います。一応ね、頻繁的には3096の1ということなんでね、まあ、今後おそらく2、3とか、期待できるのかなっていう感じはありますね。そして、コキ104、またね、新たに出るみたいです。側面セップ付き、デッキの、反射板、取り付け対応など、現行製品にコキ104になる。JR マークや突破表記のない表記が、近年の携帯でリリースされると。一応、コキ104の2両編成プラス、コキ104、7台、そしてコキ107、3台の、10両編成ですね。そちら、それぞれ出るみたいです。というわけで、詳しい内容を見ていきたいかなと思いますが、まあ、商品的にはね、少ないんで、さっさといきます。まず、EF510 ですね。EF510、300万台、九州、各地の貨物車に乗ってた ED7681 の後継車と車、高直連の電化車。本州で運行する、レッドベアを、レッドベアでいいんだっけ、あ、レッドサンダーか。レッドサンダーを、九州地区向けの、対応車、まあ、仕様変更車とか、まあ、あると。今後の九州地区の貨物車の最新電化車 ND 登場。貨物車の国旗100など、この時期の元車ですので、まあ、お渡しくださいと。まあ、お値段は、9300円と。今回プロトタイプとして見れば、こちらですね、EF510 のシンバリーション、九州向けの300万台の量産先行車1号機を製品化。車体全周にわたるアマドリア、全面ネットマーク取り付けして、特徴的な銀の車体と、ストーブに置かれた赤帯、側面のレッドサンダロゴを美しさ一見。ヘッドレート点灯で、粒状の LED の全照灯も再現しますよ。あ、なるほど、これか。すごいね。で、そんな感じ。で、アーナカプラの、標準装備、ナックルカップ付属。で、ナポルトジュに301、302。本装置は DF、SF、換算表記、検査それぞれ換算10、2021、12申請、印刷に。選択肢ナンバープレートで公開ナックルが付属しますよと。まあ、EF510 なんでね、おそらくナンバープレートはね、従来のフライホイールの、取り付けやすいやつかなと思います。というわけで、トミックスの EF510 は、と。確かに去年ぐらいに、ね、発売されたっていうのは記憶になるんですが、去年だっけ？今年じゃなかった気がするんだけど。今年だったらごめんなさい。あれ今年？あ、そうですね。やっぱり去年ですね。一応こちら、製品番号7163。値段的にはまさかの、トミックスの方が安いですね。まあ、まだ在庫があるかどうかなんですけど、在庫ありそう？メーカー在庫若干あるみたいなんで、気になる人はね、販売店に言って、ちょっとこれメーカー在庫あるみたいなんですけど、いけますかって、お問い合わせください。ちょっと今見てみましょうか。ついでに。トミックスの方の EF510 はこんな感じ。車体全体をうまく、形へと、形状を改められた雨どいなど、300万台の先駆作。で、こちらも新規作がして、過去に読み直し、特徴に変えられた。で、ナンバーブレード301号機のみが付属。で、信号変更、補正ベース、パース、ダミーカプラに苦手なのか、ほいほい、M13 も採用。でも結構かっこいいっすね、これはこれで。まあ、510なんつったらね、関東だと昔はね、まあ、シンデレラ引っ張ってたやつとか、一部あんな貨物引っ張ってた。あれ引っ張ってたっけあいつらって。まあ、奥機関区、奥機関区でいいか。まあ、田畑創生所か、今ね、昔で言う。まあ、田畑にいた、五島がいましたけど、まあ、レッドサンダーとかね、まあ、ゼロ万台とかは、まあ、本当、まあ、あっち、東海地区と、まあ、日本海側の、まあ、貨物列車で。なんだろ、五島ってなんか、もう全然見なくなっちゃったんですよね。寂しいっすね。一応、7163か。明確の月検索。トミックス EL と。EF500 だから上か。500、500。あ、そうですね。まだ今の全店舗で在庫あるんで、まあ、可動性みたいな人が可動性でもいいし、まあ、俺みたいにリカラーのナックルカップラーで交換してるって人は、まあ、それでもいいんじゃないですかね。ちなみに値段的には、まあ、定価で見ると、トミックスが8600円で、加藤が今回9400円なんで。あ、9300円か。9300円の、8600円。まあ、実は5700円か。700円って考えると、まあ、ぶっちゃけリカラーのカプラーパーツがあれ、1両だいたい、200円ぐらいか。あれ、6個で600円だっけ？ 1 個100円か。1両200円ぐらいか。
まあ、そんなに変わんないんでね。まあ、ぶっちゃけ、まあ、その辺はお好みっていう感じになるんですかね。まあ、トミックスはね、基本的にこの辺の外信ルートがね、こだわんないんで、まあ、加藤がね、まあ、加藤の後藤って言ったら、大体、まあ、北斗星とか、今のところは、外資とかこだわってたはずなんで、こだわってたはずなんで、レッドサンダーは、そうですね、一応こういう感じで外資、緑色、そしてね、銅線って感じでこだわってたんで、まあ、それがいいよって人はね、まあ、正直な話すると、まあ、そうですね、とミックス製じゃなくて、加藤製でもいいのかなって感じですかね。むしろ、まあ、俺みたいにもう、どうせ加藤だったらあれでしょ、まあ、トミックスだって、どうせもう昔からこだわってないもんねって言われたら、まあ、そこまでなんですけど、まあ、ちなみに加藤が、最近出してる510で見ると、この辺かな。一応、こんな感じね、まあ、銅線と、まあ、金属線と、まあ、外資は緑色みたいな感じ。一応、まあ、実写が今回、そういう感じの色になってますんで。多分こっちもね、再現してくれるのかなと思いますね。逆に言えば、どうなんだろうね。まあ、ボディのパーツだけ買っても金かかるか。で、トミックスのやつに金属線と外資交換っていうアホな手もあるんだけど、まあ、それだったら正直な話、まあ、加藤製1本買っちゃってもいいのかな。まあ、どうするかとかね、まあ、皆さんのお好みって感じですけど。まあ、あとは真鍮線をね、自分で加工してっていう、まあ、人もいらっしゃるんですかね。俺はそこまでの技量がないんで、まあ、ちょっとできないですけど。まあ、そんな感じかなと思います。そして次が、まあ、古希か。古希こちらになります。今回ね、16マーク、突破禁止表記、検査表記はね、シンプルな古希104が2両セット、古希107の、重力セットで、登場しますと。主な感じはこんな感じ。日本車両製の古希104製品か、新たに側面ステップあり、デッキ部反射板か強再現。あ、なるほど。で、古希107、側面から、デッキテスに移った手ブレカンドランド1を再現、手ブレカンドラ黄色ですよ、ユーザー取り付けパスルとしますと。で、こちらも近年としているジェルフォンがない姿。で、突破もなく、検査表記もね、まあ、表記された外観を再現と。まあ、正直な話すると、検査表記が消されたのってつい最近なんですよね。いまだにちょっとね、まだ検査表、あの、検査が若干残ってる子たちっていうのは検査表記がついてるんですけど、検査表記がない古希っていうのもね、ここ本当、まあ、大体言うと JR 貨物が、車軸やっちゃったよと発表されたあたりから、検査表記がない古希がね、若干出てるんですよ。ちょっと画像下手なんで申し訳ないんですけど。角度がな、変に撮ってるからな、俺も正直。まりね、検査表記だけをね、注目し取ったりはしないから、一応こんな感じ。これがね、大体今、検査表記がある、まあ、古希になるんですけど、こういう感じね。まあ、検査表記があるんですけど。まあ、検査表記がなくなると、こんな感じですね。下地がグレーとか青色で塗られるんですよ。こんな感じ。これがね、グレー色の、まあ、古希106か107だと思うんですけど、106か。古希106なんですけど、こういう感じで、まあ、グレーに塗られますよと。で、青い古希の場合は、こんな感じですね。こういう風にね、青色で塗りつぶされるんで、結構面白いんですよ。綺麗に青くなってる古希もあれば、こういう感じで、下手に塗りつぶされると、なぜか塗りつぶされたところだけが綺麗なグレー色してるとか。結構面白いんですよね、この古希たちは。まあ、そんな感じですかね。まあ、そうですね。俺今回ね、古希はちなみにまあ3台ぐらい、そして重量1個ぐらいはね、ちょっと買っとこうかなと思います。最近ね、中古相場の古希もね、だいぶ値上がってきちゃってるんですよね。まあ、昔からね、古希って大体1両1000円ぐらい。まあ、特にトミカトの場合はね、古希1両1000円しなかったんだけど、ここにあるか、古希出なかった。まあ、いいや。プロセスヤフオクでチラッとだけね、古希って感じで出すと、まあ、どんぐらいするかっていうと、まあ、大体基本的なことを言うと、まあ、昔で言う、まあ、だから定価1両1000円の時代で言うと、大体2割引きで買うと800円だったんですけど、大体今ね、古希は本当にいます。そんなに安くはないっすね。そうですね。まあ、これはちょっと安いのかな。これ、古希106と古希107の重量セット。まあ、これね、送料込みで計算すると、まあ、大体な、7000円ぐらい。なんで、まあ、1両700円ぐらいがあるんだったら、これはまだそうそうお買い得かなと思いますね。どこのショップさん。ただね、中古の古希だと、手すりが歪んでたりとか結構あるんで、爪が割れてるとかっていうのもね、結構あるんですよ。
だからね、正直中古の物件を最後に本当に確認して買った方がいいかなと思います。そうですね、これもそうですね、面白いのこれ。後期客な2両セット JR 不幕なしでお値段2000円で落札されたんですよ、未使用品。これもそうですね、後期100、600の10両セットお値段税込みで8000円だから送料を合わせると9000円近い。だから本当にまあこれは13000、まあ14000、13000、13100円なんで、まあだ1万円ちょっとぐらい。だからまあ正直にするとまあ中古の方が安いかなとは思いますけど、まあ今後正直ねどうなるかもわかんないし。ちなみにこの1と1と4って定価いくら？1432だった。ああ、これも定価13200円だったんだ。だ今回と値段は据え置きか。そうですね、13200円据え置きされてますね。まあ、人それぞれでしょう。まあ、コケはね、何台やってもね、そうはならないんで。ちなみにね、あ、でも待って。あ、でもこれは送料720円で安いんだ。でもこれ、101796、送料込みですると、まあ大体1万円近いっすね。だからまあそんなに変わんないぐらいか。まあ手すりとかは多分そんなに問題はなさそうだけど。爪の割れとかはね、これに関してはちょっと怖いですよね。中古でこき買う際は本当にあの爪の割れとか欠けとか、マジでご注意くださいね。あの真ん中の爪が割れる分にいいんですよ。例えばで言うとね、これ。今回、まあ、今回のこき、絶対これ5爪があるんですけど、正直に言います。ここの2と4の爪が割れる分にはまだいいんですよ。なぜかっていうと、でっかいコンテナ、30フィートみたいなコンテナを挟むのって、基本的に使うのって両端のコンテナなんですよ。だから、両端の爪が割れると、基本的には終わります。最悪接着剤で固定になります。確かそうだったの。ちょっと今、近くにコキないんで申し訳ないですけど。上にならコキあるけど、隠すの取るのめんどくせえ。そんな感じですかね。87って誰だ覚えがねえ番号だ。まあ、そんな感じですかね。まあ一応ね、まあ皆さんのね、お好みの方でお買い求めください。よいしょ。で、あとは、英国鉄道のクラス800。これ値段は前回の白いやつと一緒なのかな？あ、そうです。やっぱり白いやつの、あれ？白いやつの給料。あ、そうです。やっぱり出てますね。白いやつの給料。47,850円。おー、ちょっと安くなったんだ。あ、これラッピングだから高いのか。おかしいの。バカ高いと思ったら。そういうことか。黒いやつは消されちゃってんのかな。あ、こっちか。多分 G ナンバー。いや、これも白色か。緑の5両がデータなくなっちゃいましたね。もしかしたらこの中にでも入ってないもんな、今。まあ、いいや。とりあえずこちらですね。国鉄クラス800の、GW の黄色編成の。まあ、白いやつも出たんでね、やっぱり緑も出ますよ。こちら、GW で活躍する800、313編成、わかんないけど。あ、クラス800だかってのか。あ、それクラ800か、800か。まあ、多分13編成って扱いなんですかね。ここが多分800型の1、2、3、4、5、6、7、8、そうですね、号車番号か。だから13編成か。で、ドア周り、屋根、射程上部の張り出し、つまみ含め、コープラからのおすぐに戻った車体を表現と。で、ここの鉄車の窓上に見られる河川注意喚起の、オレンジ色のピンストライプを美しく再現。ドアスイッチの車端部、ひじハンドル周囲のディティの違いも再現し、4、6号車のインナーフレーム台車、クーラー感に効かないシンプルな味を再現と。前面のロゴ、再現し、一等戦闘車、標識と周りの識別表示も再現と。ヘッドライトについて、ヘッドライトは点灯時は上部かぶとに標識とか点灯した状態。スロットレスモーター採用。
今一応分からん。で、中間の月ボディマンのカプラは採用で爪があるかないか微妙と。で、シクシクに関しては1年、148分の1、通過半径 R208 年で、まあ、新幹線で落とすんですかね。で、大型ブッケース、2個つけて、まあ、まとめての、あれになります。まあ、1両じゃんまあ、2つにまとめてあります。と、これは前回のやつも、1枚売れたんじゃなくて2つだったってことなのかな。あ、そうですね。前回のやつも大型用のブッケース、2つでした、ね。っていう感じになってますよ。そして、ごめんなさい。ポスター案内するの忘れてました。トロキューですね。もうちょっと前にラウンドハウス名義で、去年のちょうど、発売されたのは多分今年の、大牟田貨物と被ったぐらいかなと思うんですけど、ね、その時に出たこちらですね、トロキュータイプのキアが58が出たんですけどね、まあ、それに、まあ、その中間にサンドイッチできる、まあ、トロコカーが、今回出ますよという感じになっております。後期発売中のトロキュータイプと組み合わせて、実車同様の5連戦が再現できるトロッコ 車両キットなんだ、登場しますよと。ボディ、側面、つまめ、異性化車などが設置されたミト層組み立てキット。あ、ミト層なの。設置具材が必要です。で、キット内容、側面つまめ、屋根、椅子、生かした車輪カップラー組み付け、1も8万のもの利用。で、ロゴ入りでガール各3両分、キア58系、中間プラセット ×2、アナカプラが付属しますよ。あ、キットなんだ、これ。カトモからキットが出るのは、京急以来ですかね、多分。で、今回このキットと。どういう感じのキットなの、まあ、こういう感じのキットか。まあ、扉がない姿を再現しますので、一部ごめんなさい、ちょっと実写とは違いますよ。ミトソーキットってどういう言い方なの？自分でつまりこのモスグリーンかなんかの塗料を塗れってこと？まあ、この辺はちょっと生放送見てみないと何とも言えないんでちょっと要注意ですけど、まあキットなら別にいいか。元どれこの、持ってないんでね、このキハゴジャーチとか。これ多分ね、確かね、繊維カップされたのに大牟田貨物とね、一緒ぐらいだったはずなんだよな。ないな。あれそんな前だっけ。なんか大牟田貨物と近かったような気がしたんですけどね。これ2月のワイドビューだろ。で、この辺は1月のあれか大牟田貨物だもんな。あ、ごめんなさい。ありましたね。失礼しました。やっぱりそうですね。大牟田貨物と近かったっすね。まず1月だから大牟田貨物と一緒に間違いないのか。まあ、そのキハ58がこっち。この時一緒にトロッコ出すなんて話あったのかな。一応塗装的なことなんかですね、独特深めのボディを各種を再現してるうまいです。ああ、でもそうです。一応やっぱりあれか、さよならありがとう、トロキューヘッドマークもついてたんで、じゃあ出すかって話になったんだね、多分。当時俺そんなこと言ったか記憶にないけど。でも、ミトソーキットって言い方気になりますね。だ成形色でこいつのままで出るのか、このグリーンで。で、あとなんかデカールか？デカールだっけ？そしてロゴ入りデカールで、まあ、対応できるのか。ミトソーって言い方はちょっと気になるな。まあ、グリーンマックスのキットなんか作ってる人は分かると思うんですよ。ミトソーって言われると、ああ、だいたいああいうエコノミーキットとかねってなると思うんですけど。加藤のミトソーって言われると、ちょっと話が変わるんだよな。特にこれ、まあ、ラウンドハウス製品なんで、あれこれラウンドハウス製品？あれ、ポスター的にはラウンドハウスだよな、これ。あ、そうですね。ポスター的にはやっぱりラウンドハウス名義で出てますね。となると、保守パーツがねえから、デカールミスったら終わりなんだよな、これ。ただまだ足パーツも出てないと思うんで、これはちょっと明日になると思うんで、ごめんなさいなんですけど。そうですね、まだ足パーツなんだよ、やっぱ先月のまますね。で、一応、ただ製品ページを更新、9月もいいか。あ、9月か、そうか、先月か、やっぱり。そうですね、やっぱりまだ更新されてないですね、こっち。となると、多分こっちもダメだな。あー、そうですね、やっぱり先月のままっすね。気になるサイトなんだ。ランキングと。どれどれ？これいつのランキングなのちなみに。
俺ね、予約したやつわかる。ちょっと待って。俺何を予約したかは、イモンに持ってく書類を自分用にもコピーしてるんで、わかるんだよな。ちなみにね、今現在残ってるイモンの足畑でこんなにありますかね、量。こんなに、こんな感じ。若干の分厚さの量ありますかね。で、俺が予約したやつで言うと、まずね、7008の LE ニトさん。7008の LE ニトさんあるかな ?7008 の LE ニトさん。なさそうっすね。まあ DD ご自身なんですけど、さすがにそれはねえか。あと、Z07 の、まあ手すりなんかもねえよな、普通。Z07。まあめんどくさいわね。これ PDF なんで、言うこと聞かない。Z07 で検索かけちゃうと、入ってないっすね。次。14K マリモの相性版とかもろもろ。量多いな。これは消しちゃっていいか。番号は5165。マリモで探せばいいか。マリモ、俺が買ったのが14K、マリモ、マリモ、スハネ、全部マリモが入ってるわ。マリモ、マリモ。お見事、全部入ってないです。で、次が、これなんだ？あ、これ引き取り終わったやつじゃん。これ引き取り終わってますね。113系湘南色 T 編成いかしたら。これはもういらないんですって言っちゃって。で、DD51 はまだ引き取り残ってるんで、このまま必要。あれ？てか思った。DD51 これ発売9月になってんだけど。あ、遅れてんのか。で、もう一個の DD が、7008の NE さん。7008の NE さん。今回尺が短いからさ、ちょっと遊ぶけど。ないか。次。あとちなみに、Z07W の2286なんかあるわけねえな。2286。さすがにねえか。で、桃太郎のパーツに関しては、絶対乗ってるわけがないんで、次。番号が3061の 8E3。 3061の 8E3。 あ、ボディは結構予約されてるんだ。あ、あった。やっと乗ってましたね。32か。ちょっとメモしとこう。いつのデータか分かんないけどメモしとこう。今日いつだっけ。今日10月の4か。8E3 が、10月の4日時点で、32と。これ440っていうのは予約件数ってこと？どういうこと？品番？なわけねえよな。品番書籍書いてないっすね。でも数的にはなんかこっちにも420とかなんかいろいろあるんだよな。なんなんだろう、わかんねえ。まあいいや。で、あとは、Z03299 さんめんどくさいから検索しよう。もう自分が予約したやつはもう全部検索会社とか早い。Z03。あ、ジャンパ線は売れてるんだ。ジャンパ線は俺買ってないっすね。うん。ちなみにカプラセットも売れてないんだ。意外。これ多そう。あ、でもこれ乗ってねえよな、ほとんど。これダメだ。一個ずつ頻繁に入力してたら日が暮れる。5172。5172、5172。あ、カニは売れてるんだ。518。あ、俺買ってるわ。床下5184の 3C。あ、買ってるわ。これが8位か。これが これほとんど銀河で乗ってんのかな。ん？ 3061 の 1C さん。ああ、ごめん、3C さんか、俺が訳してんの。1C さんはどっちだ、これ。1C さんは、あれか、機械、あれか、銀河じゃない方か。なるほど。で、なぜか、カニの床下は売れてるけど、ボディはないんだ。一緒に。面白いっすね、これ。ん？ 2661？ あ、2661俺予約してた。ちょっと待ちくださいね。
2661ね、桃太郎の中で予約しますね、一緒に。これは何番だっけ ?Z072661。あれどこだ、あ、これか。22ですね。意外と予約しちゃうんだね。で、スハネフ14の台車 TR217。スハネフ14の台車 TR217。番号いつだっけ ?51601D。ああ、1個だけ予約してる。何に使うか分かんないけど、1個だけ予約してる。何、あ、オラネ24用か。なるほどね。番号いくつだっけお、バカなのかな、俺。まあ、バカなんですけどね。これか、21位か。5160、これか。これが10月4日で21。518432、518432。あ、俺3つ予約してるわ。10月4日で、31。で、3061-8E3 はメモしたよな。3061-8E3 はメモした。ちなみにメモする場所が間違ってる。で、カプラカプラカプラボディ台車関係ない。ボディ関係ない。マリモのボディもよくしない。新台車関係ない。よし、銀河ここまでこう。意外と銀河って売れてないんですね。なんか思ったよりショックだ。で、なぜか面白いのが、Z04 の5245。俺1個予約してるわ。10月8日付で、48位か。なんか面白いですよね、これ。今までにないこのサイト結構好きだな、俺。で、次が。これなんだ？わあ、懐かしい。アホみたいな設計図が出てきた。どうしようか。千代田線はね、俺今回ね、ボディと足回り関係で結構派手に予約してるんですよ。千代田線は14115で出てこないのか。千代田線で引っかかってんのが、5時アンテナ Z04-1418、Z04-1418、Z04-1418。ああ、5時アンテナか。俺これね、あ ?5 時アンテナ。ああ、そうですね。これ東京の時にも予約してるんで、千代田線じゃなくてもそうですね。東京の時にも買えるんで、これ関係ないんだよな、正直。確かにこれ東京でも買えます。一応日付だけメモするか。10月8日で。あ、そうか。品番としては人気あるってことか。まあ、いつからいつまでの、あれか知らねえけど。で、あとは、千代田線は一時車シール。ああ、俺一応予約してるわ。13位。あと、千代田線は、ないよな。うん、ないっすね。こんな感じか。予約ランキング PDF。いい名前してますね。こんな感じの名前。まあこれでもいつからいつのランキングかっていうのがわかんないんでね、正直。あれっすけど。まあでも多分ここに載ってる商品なんですかね。でもそうっすね、面白いのはやっぱり銀河っすね。銀河のなぜか台車はランキングに載ってるんだけど、あ、床下はランキングに載ってるんだけど、まあ、なぜか、台車とかは載ってない。つまり、旧製品のカニ24の100番で持ってる人が、この銀河の愛称版がついてるんで、まあ床下だけ交換しちゃおうかっていうパターンな感じですかね。もう俺昔の加藤の単品時代の寝台列車って全然持ってないんで、今回ね、寝台列車派手に予約したんですけど。最近ちょっとごめんなさいね。金額合ってるかな？ C パーツにちょっと修正させてもらおうか。どうせ書類出したついてなんで。遅れてる DD51 の C パーツが1万円になってるけど、これそんなに予約した俺。うん、絶対1万円も予約してない。と思いたい。いや、これ違う。多分マリモも一緒なんだ。
マリモも一緒に役者かなんかで、ね、めちゃくちゃ金かかってるかもしんない、わかんねえ。しかもね、俺あれなんだよな、最悪なことに DB51 のアッシーとして役者項目が2つあるんですよこれは最悪すぎる。まあしょうがないけど、まあでも1000円、1800円、まあでも1万円で一応予算取んとくか、わからんけど。で、ヘッドマークと、手すり、これが多分1500円、1300円の口か、これは合ってる。で、EF210 のアッシーが2700円、まあおおむね合ってる。12月の65のアッシーが2500円。お前何そんな役者、あーそっか、ヘッドマーク3つヘッドマーク3つ、クーラー2つ、カプラー3ついってるわ。それプラス銀河も一緒に入ってるか、これ。いや違う、銀河が2500円だ。で、機関車は4200円か。で、概ね合ってるんだ。そうっすね。ちなみに俺がその銀河を大量に入役した犯人、こいつっすか、ね、これ。オロネのボディ、カニのボディ2つ、オロネの床下、オハネフの床下、オハネフの床下、まあ、いっか。本当はライトユニットだけ買えばいいんだけど、俺のやつが床仕事買ったっぽいわアホなことやってる。まあいいんだけどね。なるほどね、お金のボディ買ってねえもんな、俺。そうですね、床下だけっすね。たぶん銀河のトレインマーク券で買っちゃったのかな、たぶん。わかんない。たぶんそんな気がすると思う。だから、カニはだから合ってんだよ。カニがセットで2台、オロネがセットで1台。で、カニのカプラーセット、台車。で、カニの台車がなぜか2つ。あ、そうか、カニ2つ買ってるか。で、シールが5枚、相性版が3つ。以上、2万500円。で、その他ね、ジャンパー線とかももろもろ買ってますから、ね。買いすぎなんだよ。で、総武線がこれか。で、こっからがメモしてないやつだ。総武線が、600円の、ちょっと待ってくださいね。総武線が600円の、500円の、400円の、500円の400円。まあ、2500円か。で、メトロのアッシーが、これが高いんだよな。1900円が2つの。床下が700円が2つの、台車も2つの、シールが1個の、あれも1個。7300円か。7500円でいい。で、問題なのは、東急が予約してるけど、なんかすごい書き方してる。クーラー2個。最低すぎる書き方してる。俺これ店側にもこれと渡したのかな？多分店側にはね、頻繁書いて渡したと思うんだけど。なんか間違ってたらごめんなさい。まあ、1500円でいい。っていう感じですかね。で、あと3月は、トミックスの1855系とか予約してるんで、その辺はね、イモンの、 あの領収書があるんで、それ確認してっていう感じですかね。あと細かいカプラーなんかは金額入力してるんで、多分大丈夫かな。なんだこれ、バック今のところはこんな感じぐらいですかね。まあちょっと185系がまだちょっと入ってないんで、ちょっと申し訳ないですけど、まあ一応ね、今日の分の足、ちょっと待って、まだちょっと情報が出てないんで、そうですね、これはちょっと情報出し合いってなるんで、まあ、うん、ちょっとお待ちくださいとしか言わないんで、ごめんなさい。まあでも個人的なことはね、今回コキがね、手すりが新しくなってるっぽいんで、まあ、ボディは置いといて。まあボディはね、全部買い替えるしかないんで、これはしょうがないんですけど、あの、デッキ部は。デッキというか、デッキでいいのか、デッキじゃねえ、なんつうのあれ。あ、ステップか。ステップに関してはね、こんな感じなんで、デッキ部のね、反射板掛けが再現されてるんで、今までのコキ104って多分、丸穴がなんかね、反射板をポチって入れるタイプだったのが、今回からね、スポンって引っ掛けるタイプに、なると思いますんで、うん、その辺が多分、そうですね、手すりだけは、うん、まぁ、あ、ちょっとどんくらいのコキ104があるかわかりませんけど、まぁ、あ、ちょっと予備で買っとくか、まぁ、あ、手すりなんかはね、結構歪んだりっていうのがあるんで、まぁ、あ、ちょっと買っといてもいいかなと思いますんでね、
ちょっとこの辺はね、要相談で、来たいかなと思います。まあ、そうですね、ちょっと思ったよりね、今月最後の、製品発表、ちょっと加藤はね、内容量薄くて、まあ、おかげでね、被弾的には薄かったんで、ラッキーって感じなんで、そうですね、これは良かったかなと思いたいかなと思います。で、ごめんなさい、今月最初か。そうですね、で、来週の水曜日に、ね、トミックスが出て、あとどうこうっていう感じになると思いますんでね。まあ、ちょっと、その辺はね、動画、撮っていきたいかなと思います。で、一旦ね、1時過ぎましたんでね、軽くちょっと、そうですね。まあ、動画の編集とかちょっと大量に残っちゃってるんで、その辺の処理しつつ、のんびり遊んでいきたいかなと思います。では、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。